イリジャは、ボスニア・ヘルツェゴビナ中部の町、及び、それを中心とした自治体であり、同国の首都であるサラエボの郊外の都市としては、最大級のものである。行政的には、同国を構成する二つの構成体のうち、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のサラエボ県に属する。あたりを取り巻く美しい自然と、新石器時代に遡る、豊かな歴史的遺産で知られる。 ボスナ川の源泉であるブレロ・ボスネは、サラエボ郊外美しい自然公園として知られる。また、サラエボ国際空港も近い。1894年、ロンドンで発行される月刊誌ザ・コンテンポラリー・レビューの紙面で、e、B. レーニンはこの街を地球上で最も素晴らしい場所の一つと評した。ボスナ川の源泉、ブレロ・ボスネ、イリジャの名は、 泉を意味するトルコ語の単語、イーラカに由来している。イリジャは快適で魅力的な地理的条件でよく知られている。周囲を山に囲まれているが、町は平らな土地に建てられている。周囲で最大の山はイグマン山であり、その標高は1502メートルである。山にはユリの一種であるリリアム・ボズニアカムが自生しており、この花は歴史的なボスニアの象徴となっている。 この地域、特にブトミル地区は門石が豊富である。ボスナ川の支流ジェレズニツァ川が町の中央を貫いている。ボスナ川そのものは町の郊外を通っている。ボスナ川の源泉であるブレロ・ボスネは町の中心から西に数キロメートルのところにあり、国立公園に指定されている。この他にもいくつもの小さな小川が市の域内に流れている。エリジャでは 歴史上何度も公園の整備計画が実施されてきた。今日のイリジャには多くの木々があり、街の公園面積はイリジャの6倍の人口規模を持つサラエボの公園面積の5割に匹敵する。1894年にはロンドンの月刊誌の紙面でイリジャは世界で最も素晴らしい場所の一つと評された。ブレロボスネイリジャはボスニア・ヘルツェゴビナの歴史上 最も古くから人が居住し続けてきた場所の一つである。19世紀以降、ブトミル地区にて新石器時代にまで遡る数多くの考古学的発見があった。この古代文化は地区の名前にちなんでブトミル文化と呼ばれており、紀元前26世紀から紀元前25世紀にかけてのヨーロッパの新石器時代の文化としては最も調査の進んだものの一つである。 古代ローマ時代、イリジャの地域には、悪愛するフラエという町があった。これは、ローマ帝国の植民都市であり、当時のボスニア・ヘルツェゴビナの中心的な居住地であった。今日、モザイク画や陶磁器、宝飾品、硬貨や建造物の遺構など、数多くのローマ時代の遺物が見つけられている。中世には、イリジャは、オスマン帝国のボスニア州の一部となった。 ビサンティン帝国のコンスタンティノス七世が、デアドミニストロンド・インペリオで言及した二つの、ボスニアの街のうち、カテラという街は、今日のイリジャ自治体の地域内に築かれたものである。イキュリロスとイメトリオスの弟子たちは、この地域を、ブレロボスネンに立ち寄るべき重要な場所と考え、地域に制度を設けた。現在のイリジャにつながる街は、オスマン帝国の時代に築かれたものである。 その名前は、温泉を意味するトルコ語の単語、イイラカに由来している。イルジャの名前はこの他に、トルコのエルズウルムの地区の名前や、サムスン県、カフラマンマラシュ県、アンタリア県、マラティア県、オルド県の自治体の名前にも見られる。ボスニアのイリジャには、数多くのトルコ文化の要素が見られ、15世紀から16世紀にかけて築かれた家屋などが、今日まで残っている。 オスマン帝国の統治時代にはまた多くのモスクや橋が築かれた。イリジャはボスニア・ヘルツェゴビナの他の地域と同様にオーストリア・ハンガリー帝国の統治下の共同統治国ボスニア・ヘルツェゴビナ時代に工業化された。鉄道路線や駅が設けられホテルが建ち、イリジャはボスニアにおいてサラエブ。1900年代に入ってからも発展は続き開発が進められた。 封鎖され SFOR の司令部として使用されている建物。1997年1990年までは、イリジャはセルビア人とボシュニャク人の混住する地域であり、1971年の国勢調査では人口の47.21%はセルビア人、31.58%はムスリム人であった。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を経て、 1995年に紛争を終結させた和平合意であるデートン合意では、イリジャ自治体は、ボシュニャク人などが主体のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属する部分と、セルビア人主体のスルプスカ共和国に属する部分に分割された。この時、イリジャの町は、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属するものとされ、ここに居住していた、セルビア人の大部分は町を去り、 多くの建物が破壊された。紛争後も町に泊まったセルビア人らは、サラエボやセルビア人地域となったところから脱出して、イリジャに流れ込んできたボシュニャ人らによって、迫害を受けたり脅迫されたりした。1996年以降、イリジャには、北、大西洋条約機構の平和維持部隊である和平、コ口部隊の司令部が置かれた。この間、テルメ、スルビア、ボスナ、 司令部は2000年にブトミル地区に移された。今日の町は活気を取り戻しているが、住民の大部分は某種逆人となっている。紛争前にイリジャ自治体に属した地区のうち和平合意によってスルプスカ共和国の領域となったボイコビチ及びグルリツァの両地区はイストチナイリジャ自治体となっており、こちらはセルビア人が大部分を占めている。 1971年のユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の国勢調査によると、イリジャ自治体の人口は39,452人であった。うち18.627人は、セルビア人12,462人は、ムスリム人6,446人は、クロアチア人954人は、ユーゴスラビア人と申告し、その他は963人であった。 1991年のユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の国勢調査によると、イリジャ自治体の紛争前の人口は67,197人であった。うち28,836人は、ムスリム人24,982人は、セルビア人6,901人は、クロアチア人5,126人は、ユーゴスラビア人と申告し、 その他は1352人であった。イリジャ自治体には、イリジャの町の中心に加え、周囲のフラスニツァ、ソコロビチコロニア、ブトミル、コトラツの各地区が含まれる。これらは、イリジャの町とは別の集落であるが、イリジャ自治体の地域に含まれ、市の一部をなしている。紛争以降、国勢調査が行われていないため正確な人口は、把握されていないが、 サラエボ県の統計によると47,654人。イリジャ自治体の統計によると44,454人がこの域内に居住している。人口のおよそ90%がボシュニャク人、7%がセルビア人、3%がクロアチア人とみられる。イリジャ自治体の人口はサラエボ県の人口の12%弱を占め、 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の人口の2.1%に相当する。2005年の推計によると自治体の人口の84%が母主逆人と推定される。イリジャの人口密度は332.3人平方キロメートルであり、サラエボの人口密度2470.1人平方キロメートルと比較すると人口密度はかなり低くなっている。これは イリジャ自治体の地域には山や森林が多数含まれることによるものである。イリジャの人口増加率は3.19%となっている。イリジャは独立した都市であるとみなされる一方、サラエボの郊外の一部としてサラエボと一体化していると考えられることもある。通常、ボスニア・ヘルツェゴビノの地方自治の最小単位はオプシティナ、オプチナである。イリジャ自治体は サラエボからは独立した一つの自治体であり、イリジャにおける地方行政を担っている。2004年以降、イリジャ自治体の市長は民主行動党のアメル・チェナノビッチである。イリジャ自治体には独自の議会がある。オスマン帝国時代初期に建てられた橋、ボスナ川に架か,かるリムスキ、モスと紛争前、イリジャ自治体は、ボスニア・ヘルツェゴビナの五大経済拠点の一つであり、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国全域でも10、今日のうちの一つであった。ボスニアヘルツェゴビナ紛争によって、経済機能は大きく損なわれたものの、終戦後は徐々に復興が進められている。いくつかの企業がイリジャに本拠地を置いており、自治体の主要産業は食品加工や工業製品の製造である。イリジャ自治体の重要な産業の一つに観光がある。 豊かな自然は町の重要な観光資源であり、近隣のサラエボをはじめ国内外から多数の人々が訪れる。観光の活性化のための計画も進められており、イグマン山へのケーブルカーの設置やホテルなどが計画されている。サラエボ国際空港は町から数キロメートルのところにある。地域の豊かな自然と歴史的移行は多くの観光客を引きつけている。 イグマンさんはスキーやハイキングで多くの人々が訪れており、ボスナ川の源泉ブレロボスネも人気の観光地となっている。ボスナ川に架か,かるリムスキモスとは古代ローマ時代の石を使って16世紀に築かれたものである。ありがとうございます。